自宅で簡単にできるようにイカスミパエリアを紹介したいと思います。でイカスミは市販のパスタソースで代用してください。ただ無言に作っていきます。
はい、実食です。こちらイカスミのパエリアですね。とてもコクがあるので美味しいですよ。うん、お焦げもしっかりついてて美味しい。で、イカスミパエリアを食べるときはこういったアリオリソースですね。家庭だと結構一から作ると大変なので、マヨネーズに牛乳とニンニク刻んだものですね。それをお好みの硬さにあえて、これをイカスミのパエリアにつけて食べると美味しいです。普通のパエリアにつけると味がマヨネーズ味すぎちゃうのであんまりおすすめではないんですが、このイカスミのパエリアに限ってはこのアリオリソースをかけて食べるととても美味しいです。イカスミパエリアの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画も見てね。ではまた次回。